待て、新人か？私の映画に出たいのか？当然だ。君こそガイ・マーベルが待ち望んでいた解決策だ。王道の展開だ。誰もいない小さな町で君は世界的に有名な映画監督であるガイ・マーベルに出会う。私の映画、私の傑作は制作に4年も費やしてきたんだ。映画のビジョンも持たないようなド素人に邪魔されてたまるか。私がまともにブラッドドラゴン3を取ったらいくつの賞をもらえるか知ってるか。はあ、全部だ。この国はどこもかしこも160デシベルの騒音だらけだ。このシーンにはクソほどの静寂が絶対に必要なんだ。ここでは君よ、英雄になれ。助監督が君の代わりをする。私は自分の才能について少し考える。時間通りだな。いいか、俺は助監督じゃない、音響のディーンだ。助監督は生きてるうちに実弾を撃ち込むのを拒否してガイにクビにされちまったよ。今度は無声映画みたいなシーンを音だけで撮るとかバカと紙一重なことを言い出しやがった。結果はどうなるか明らかだがな。大自然の中で騒音に手を焼いてる。なんとかしてくれ。ここはうるさすぎるんだ。騒音を消してくれ。綺麗さっぱりな。あの音が聞こえるか。これじゃ撮影はできない。音を消してくれ。どんな手段を使っても。頑張ってくれ。ただでさえめちゃくちゃな状況なのに今度は天使だって。正気じゃない。
なのは語り草になるな。標的は見えてる。
てると確かに世界の終わりを感じる。生まれた才能がある。フランス的な何かがな。差別じゃない。君が見せた獰猛さは激しくて恐ろしかった。クソを少し漏らしちまったが気に入った。ついにこの映画に魔法をかける時が来たぞ。ブラッドドラゴン3は最高傑作になる。真面目な話、ファークライみたいなクソの制作には戻れない。世界設計やプレイヤーモチベーション、信憑性に関するご意見を聞くくらいなら弾を潰した方がマシだ。神に誓って俺は死を選ぶ。それと今の話は冗談じゃないぞ。セットは閉鎖だ。
とあらば即参上ってな。
気をつけろ。さっさと逃げるべきだったな。正体とは消費だ。悪の消費だ。最新の携帯が欲しくてたまらない。その携帯に合う新しい時計から最高のメガネ。それを入れる新しい標的を捕捉した。ここは危険だ。
恥を知りなさいよ。一度ならず二度まで。標的がいたぞ。完璧な人なんていない。私たちはみんな過ちを犯すこともある。ラインを照射する。私でさえ、愚かにも会えると思ってしまった。愚かにも信頼を築けていると思ってしまった。でもその信頼は打ち砕かれた。誰か何度も何度も。だからもう邪魔はさせない。油断はしない。同情もしない。これがファーザーのご意志。助けてくれ誰か。助かったぞ。爆弾が行くぞ。戦闘同然よ。そうだ、倒してるぞ。
は見えてる。